こんばんは。こんにちは。清流です。緊急事態宣言下でのゴールデンウィークはどうだったでしょうか。と言っても、私の住む栃木は緊急事態宣言はかかっていませんでした。しかし、そうは言っても外出してどこかに行くという雰囲気ではありませんでしたので、コンビニとスーパーくらいにしか行きませんでした。だけれども収まる気配は全くなく、緊急事態宣言の延長、そしてさらに愛知、福岡の2県が追加、今後どうなっていくのでしょうね。1000平方メートル以上の大型商業施設に休業要請をしたら、1000平方メートル以下のお店に人が密集、そのためか休業要請を見直し、時短営業を求める。東京都が首都圏の鉄道会社に便を減らすように要請した結果、乗車率が 180% を超えて大混雑。映画館、スポーツジムやその他の観光地にも休業要請をしたら、他県に人が押し寄せて、他県の映画館やスポーツジムが密。今回の対策の結果を見ての感想ですが、人の移動に制限を加えるために列車の便を減らしたのは失敗でしたね。満員電車をなくさない限りは、いつまでたっても感染は収束しないでしょう。満員電車ほど環境の良くない場所はないですからね。密閉、密集、密接の3密なのですから、感染の危険さは映画館や飲食店の日ではありません。クラスターの大元はここではないのかと思ってしまいます。
緊急事態宣言下のゴールデンウィークはなんともちぐはぐな結果となりましたね。ただし私自身はいつもの年のゴールデンウィーク以上に書に集中して取り組めた期間となりました。何かを習得したいとか何かをなそうとしている人にとっては良いゴールデンウィークとなったのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で終わりにします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは See you soon! Have a good day!